グレーバックはアメリカ海軍の潜水艦。グレーバック級潜水艦の一番艦。艦名はエールワイフの通称にちなんで命名された。その名を持つ艦としてはタンバー級潜水艦9番艦以来2隻目。グレーバックは1954年7月1日にカリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所で寄港した。 1957年7月2日に、ジョン・エイムーム・アフジンによって、命名、浸水し、1958年3月7日に、艦長ヒュージーノット少佐の指揮下収益する。グレイバックは当初攻撃型潜水艦として指定されたが、1958年に SS、SSG-574 に、艦首変更された。 アメリカ海軍初のレギュラス巡航ミサイル搭載用に設計されたミサイル潜水艦としてグレーバックは西海岸沿いに試験及び成長を行った。1958年9月にカリフォルニア州ポートワイニーミオキアイにおいて初の潜水艦によるレギュラス発射に成功し艦艇からの地上基地に対する攻撃力の革命的な発展の転換点となった。 10月30日にカリフォルニア州サンディエゴを出港したグレーバックは11月8日に真珠湾に到着し1ヶ月間の訓練を呼び艦隊演習の後メアアイランドに帰還1万マイルの点検が行われたレギュラス2ミサイルの開発支援も行っていたが1959年2月9日グレーバックはメアアイランドを出港し母港の真珠湾に向かう ポートワイニーミ、ロングビーチ、メキシコのマサトランを経由して、ハワイには3月7日に到着した。ハワイでの一連の演習の後、グレーバックは、アラスカ州のダッチハーバー、ウンマク島、セクアム島、コディアックを訪問し、7月3日から31日まで、ミサイル演習を行った。その後、第一の戦略抑止紹介が9月21日から行われ、 11月12日に横須賀で完了した。その後12月8日に真珠湾に帰還する。1960年2月22日、グレーバックはミサイル発射システムの改良と電気回路の改修を行う。その後再び抑止紹介を行い、続く2年以上にわたって7度の任務を完了し、合計18ヶ月間を会場で過ごす。そのほとんどの活動は、 海中で行われた。横須賀に加えて、アラスカ州ーダック、新珠湾がこれらの紹介の終了地として加えられた。グレーバックは9度の紹介で20ヶ月以上を海で過ごし、13万回以上の巡航を行った。1963年8月27日、充電中のグレーバックは強い波の直撃を受ける。波によって、 主電源のブレーカーがショートし、停泊用コンパートメントで火災が生じた。一人の水兵がコンパートメントからの脱出に失敗し煙と有毒ガスによって負傷した。主水心力は短時間失われたものの、すぐに回復した。グレーバックは自力で真珠湾に帰還し、修理には2週間を要した。ポラリスミサイル搭載潜水艦が多数、 運用されるようになると、グレーバックと姉妹艦のグローラーの任務は縮小されていった。レギュラスミサイル運用計画は1964年に終了し、グレーバックは任務から外されることとなった。グレーバックは1964年5月25日にメアアイランドで海軍造船所で退役した。 二度目の回収が1967年11月に、メアアイランド海軍造船所で始まった。回収には、当初1520万ドルかかるものと見積もられたが、結局3000万ドル以上が費やされた。グレーバックは1968年8月30日に、LPSS-574 に、監視変更された。回収によって、 グレイバックはセールが10フィート高くなり、機関室前方に2個の補助タンクが増設されたことで、船体長も12フィート延長された。そして、回収によって最も大きく変化した点は、ミサイル室が67名のシールズ及び SD 分を運搬できるようになった点であり、これには、無限格納庫の減圧室増設も含まれた。 グレーバックは1984年1月15日にフィリピンのスービック海軍基地において二度目の退役をした。その後、1986年4月13日に南シナ海で標的艦として海没処分された。ありがとうございます。